4日、京山北道ウルジン北元チョンサトで発生した山火事が強風に乗って急速に広がり、民家が炎上するなど被害が大きくなっている。消防当局などによると、同日午後4時現在、山火事でウルジンで住宅12棟、倉庫3棟、ビニールハウス1棟が焼失した。また住民3950人余りが公民館や学校などに緊急避難した。ウルジン郡などは住民の避難が増えることに備え、室内体育館を被災者避難センターに指定した。山火事が国道7号線周辺に広がり、煙が覆われると国道7号線の車両運行も統制された。山林当局は山火事影響区域が400から500ヘクタールに及ぶものと推定した。これはサッカー場 0.714 ヘクタール560から700個にあたる面積だ。山火事でウルジンの一部地域では携帯電話などの通信が不通になった。李哲、イチョル、京山北道知事は山火事鎮火のために第50師団、保安海兵隊など軍部隊を動員することで協議したとし、道庁と郡庁公務員、公共機関職員も一緒に山火事鎮火に乗り出す予定だと述べた。中央災難安全対策本部は4日午後10時、カンウォン道と京山北道に災難事態を宣言すると明らかにした。続いて中央災難安全対策本部の稼働直後、緊急関係機関対策会議を経て、現場統合指揮本部本部長、山林庁長の権威を受けて決上したとし、効果的な山火事対応のために緊急対応措置が必要だと判断したと伝えた。普通災難事態は中央安全管理委員会の審議を経て行政や全部長官が宣言するが、今回の山火事のように緊急措置が必要な場合はこうした手続きを踏まず先に災難事態を宣言できる。ただ後に中央安全管理委員会の承認を受けなければならない。4日、山林庁は山火事拡散遮断のため午後7時を期して山火事3段階と山火事災害国家危機警報申告を発令した。消防当局によると、すでにサッカー場560から700個にあたる面積が灰に変わった。山林当局は山林庁山火事消火隊員や公務員など100人余りを投入し、同日午後6時20分ごろ月川三砂路のガソリンスタンドに現場指揮本部を設置し対応に乗り出している。当局はまた地域住民1000人余りに避難令を出し、元特有古山里古山交差点からウルジン方面国道7号線の通行も全面統制した。これまで災難事態宣言は2005年4月のカンウォン道上陽ヤンヤン山火事、2007年12月の韓国タイアン提案沖油流出事故、2019年4月のエバラ山火事であった。災難事態が宣言されれば、政府は人員装備物資の動員、危険区域設定などの緊急措置を取ることができる。また強制避難出入り制限などの命令を出し、応急支援行政機関所属の公務員の非常招集などを山火こと対応に必要な措置も取る。この日午前11時17分ごろ、京北ウルジン郡北も近隣で発生した山火事は短時間に近隣の山の頂き上付近にまで広がり、強風にあおられてエブラ道山登れまで拡大した。一時は山火事がハンウル原発の境界線内にまで広がったが、現在原発周辺は安定した状態だ。また液化天然ガス LNG のプラントにも火が近づいており、緊張が高まっている。消防当局は隊員225人を LNG プラントに配置、大容量泡放射システムなどの装備もプラント近くに移動させるなど消火に総力を挙げている。文在寅、ムンジェイン大統領も人命被害を出さないことを最優先に消火にあたり、原発などの安全確保に万全を期すよう指示した。政府は山火事の拡大防止と被害の早期収拾のため、この日午後9時全ウミチョルチョンヘチョル行政安全部長官を本部長とする中央災難安全対策本部を稼働した。中央災難安全対策本部は山林庁消防庁警察庁軍部隊自治体などすべての行政力を総動員し、山火事の鎮火に最善を尽くしているとし、住民に山火事の状況鎮火現況などを正確に知らせる一方、被災者が発生すれば迅速な支援と便宜提供をすると明らかにした。前ウミチョル本部長は、強風は明日まで続き、
山火事拡大の危険性が非常に高いため、被害は少なくないと予想されるとし、山火事の対応、復旧のために政府全体レベルで力を合わせて総力対応してほしいと強調した。この問題についてどう思いますか？韓国の反応。大きな事故にならないように祈ります。現場で消火する方たちは安全に気をつけて頑張ってください。今年は核戦争に火の海だと巫女たちが言ってたけど本当に怖い。地球温暖化で韓国の山火事はどんどん増える。木山にしとけ。冬に気温が上がると相対的に湿度が下がり、地表の水分が大気に奪われ、より山林がカラカラになる。もう韓国の山はおしまいなんだよ。韓国は日本の自然災害期待するより自国の人災気をつけた方が良いんじゃないかな。山火事の原因は韓国人のタバコの不始末だろうね。韓国人はポイ捨てするから。この前上野で路上喫煙&ポイ捨てしたやつに注意したら韓国語が返ってきた。無理やり拾わせたが、どうせ見えないところでまたポイ捨てしたに決まってる。やつらはクズ。どっかの国で災害発生時、韓国の災害対策は世界一だ。派遣しようってすっげえ自慢してたけど、自分とこの山火事すら消せないとか、www、ひょっとして消防関係者が逃げ出しちゃった？敵前逃亡は韓国人の18番だもんな。ロシアへの経済制裁みたいに即座に行動する必要はないとか？ www バスガイド、右をご覧ください。あちらがあたおか、韓国人でございます。左をご覧ください。あちらもあたおか、韓国人でございます。見るところ、そこだけですか。地獄の旅行ですね。そしてバスガイド、そんなことない2だ。目的地の風俗デパートに到着した2だ。まさに地獄の旅行先ですね。以下にコメントを残し、このビデオを気に入って共有することを忘れないでください。